須ザ門の月、須ザ門の鬼と合奏する、源の広政源広政は、平安時代中期の苦行、雅楽家、第五天皇の第一王子である、京部教、国名神皇の長男、官位は、十三位、皇太后宮兼大部、広政三位、長州教と呼ばれる、還元の名手、はじめ、広政王を名乗るが、元朝王未成を与えられて、親戚降下する、 須作長の上平4年2世大大宮の影らいにより14位下に直除される。中塚佐大輔、右馬頭を経て、天徳3年右この絵中将に任ぜられると、王は4年左この絵中将と、村上朝後半はこの絵中将を務める。遠遊長に入ると、この絵中将を辞して、皇太后旧県大部に任ぜられて、皇太后、政子内親王新郎に仕える。 天元に年十三位に助せられ、苦行に列した。天元三年皇居。去年六十三、最終官位は、十三味皇太后宮典大部。画学に優れ、学童の伝承は英極を、厚見親王に、古都を第五天皇に、琵琶を、源の治に、笛は、大石峰吉、七力は、峰吉の子、不問と両峰雪正に学んだ。大七力を得意とするが、 舞や歌は好まなかった。天略五年内縁ではごをそうする。広報三年、村上天皇の直で新戦楽譜を選する。現在でも演奏される、長下氏の作曲者。藤原さねすけからは、広政のごときは、文筆、還元者なり。ただし、天下家体の白物なりと評されている。また、言い伝えによると、酒に強く、主語であったとされる。 天徳四年のいわゆる、天徳四年代理歌合わせに講師として、参加、和歌を得ずる役であったが、天皇の前で緊張し、出されていた課題とは異なる歌を読んでしまうという、失敗をしたという。須作門の鬼から、名敵、用に終え、琵琶の名器、現状を、羅ジ門から探し出し、大阪のセミ丸のもとに三年間通い続けてついに、琵琶の秘曲、流線。 卓牧を伝授されるなど、根尺物語などの多くの説話に登場する。ある日、広政卓に、盗人が入った。広政が床下に隠れていると、盗人は次々と家中のものを盗み出していく。広政が落ち着き払って、床下で笛を吹き出すと、盗人は漢字入って盗んだものを見返し、家から出て行ったという。ありがとうございます。